はい、こんにちは、116ウィンズです。ルイス・カスティーヨの好投もあってワイルドカードシリーズ第1戦4対0と快勝し、あと一つ勝てば ALDS 進出を決められるマリナーズ。今日の第2戦は途中最大7点差をつけられながらも反撃して、最後は9回表2アウトからアダム・フレイジャーのタイムリーでついに逆転に成功。奇跡と呼ぶにふさわしい大逆転勝利で第2戦を制して2連勝で ALDS 進出を決めました。MLB の長いプレイオフの歴史において最大7点差以上逆転したチームはマリナーズが史上3チーム目だそうで、まあ、それくらいあまり例のない逆転劇をマリナーズが起こしてみせたと。今日はもうとんでもないゲームを見てしまったなと思いましたよ。試合中盤まではブルージェイズ打線を全く止めることができず、こりゃ全然ダメだなと。さすがに今日はブルージェイズに勝てそうにないなと思いきや、打線が粘り強く戦って8回に一気に4点を返して同点。9回には今季シーズン通して苦しんだフレイジャーが決勝タイムリーを打った際には、これは本当に現実なのかと正直疑ってしまうくらい劇的な展開でした。サービス監督も言っていましたが、このチームは本当に諦めない。先月のブレイブス戦なんかもいい例かと思いますが、諦めなかったからこそ今日のような執念の逆転劇が生まれたんでしょう。マリナーズが得意とするカオスボール、これを象徴するようなクレイジーな試合でした。今日の試合の勝利確率の推移からも、いかに奇跡に近い逆転劇だったのかがよくわかるかと思います。2回裏にテオスカー・ヘルナンデスのツーランホームランが飛び出してからは、ブルージェイズの勝利確率がずっと伸びる展開で、5回にブルージェイズが一気に4点を入れたことで、ブルージェイズの勝利確率は最大 99.1% にもなりました。裏を返せばマリナーズがここから勝つ確率はこの時点で 0.9%。まあこの時点で7点差ですからね。この確率を見なくても普通に考えればそこからマリナーズが勝つなんて思いませんよね。今日はとにかく投手陣がブルージェイズ打線を止めることができませんでした。昨年までブルージェイズでプレーし、今日がトロント凱旋登板となった先発のロビー・レイは4回持たず4失点。初回はまっすぐで97マイルを記録したり、スライダーもいいコースに決まったりと期待できそうなピッチングだったんですが、2回から失投が増え始めて、それをブルージェイズ打線が見逃しませんでしたよね。昨日はカスティーヨ相手にほとんど何もできませんでしたが、今日は切り替えてレイをあっという間に攻略されてしまいました。レイはレギュラーシーズン最終登板となったアスレチックス戦も真ん中にボールが集まったところを痛打されて大量失点してしまいましたが、前回登板と同じような感じになっちゃいましたね。でレイが降板した後にマリナーズはケルニックの犠牲フライで1点を返し3点差として、これ以上離されないために上位打線に回る5回にシーボルドを投入。3点差を維持して終盤逆転を狙うのがサービス監督のプランだったんでしょうが、しかし今日のシーボルドはひどかった。ボールを全く制御できていませんでしたし、勝負できる球が一つとしてなく、結果として4失点。9月以降シーボルド少し投球内容怪しくなってきていて、まあおそらくシーズンの疲れとかも影響していると思うんですが、その怪しさがもろにプレイオフの大舞台で露呈した感じで、ちょっと今後が心配です。点差を維持するどころか7点差にまで広がってしまい、5回終了時点で1対8。このスコアの絶望感、朝5時に起きてきっつい試合見せられたな、二度寝しようかなと迷う展開でした。ただ二度寝しなくてよかったです。ここからマリナーズの反撃が始まったと。5回裏のブルージェイズの攻撃が30分近くかかったため、この間先発のゴースマンが待たされたのがマリナーズにとってはプラスに働きました。ここまでは全てのボールがほぼ完璧に近かったゴースマンが、6回は少し制球が甘くなって、先頭のフランスから3連打でノーアウト満塁。プレッシャーをかけるとともにゴースマンの球数を稼ぐと、この後2アウトにはなってしまいますが、バッターサンタナのところで、ブルージェイズは左のメイザにスイッチ。サンタナはスイッチヒッターですが、今季の成績で言えば右打席の方が良く、サンタナの後左バッターが続くとはいえ、ここで交代させたのは、旗から見るとやや不可解な判断でしたね。おそらくですが、前の打席サンタナがゴースマンから、あわやホームランの打球を放っていたので、ホームランは絶対に避けたいという判断だったんでしょうか。ただこの判断は結果的にマリナーズに味方し、メイザがいきなり暴投して1点を入れた直後、サンタナにスリーランが飛び出すと、これで一気に4点が入り3点差、試合がわからなくなりました。そして8回9回の攻撃、7回裏にブルージェイズが追加点を挙げて4点差とし、8回表アンソニー・バスを投入。7回にクローザーのジョーダン・ロマーノが準備している様子も映っていましたが、4点差となったこと、また第3戦も見据えてなるべくロマーノを温存させたい、2イニングは投げさせたくない判断だったんですかね。バスも移籍後高騰していたので、首脳陣からの信頼も厚かったという部分もあるでしょう。ただこれもマリナーズにとってはチャンスというか、少なくともロマーノほど絶対的な存在ではないピッチャーが出てきたことで、また反撃のチャンスが生まれたと。先頭のスアレスがツーベースで出塁すると、続くローリーのタイムリーでまず1点、
アレスが逆方向にこのシリーズヒットを量産していたせいか、ブルージェイズが右寄りのシフトを敷いていましたので、それでギリギリレフトのタピアがキャッチできず、またローリーも無理に引っ張らず左中間方向へのバッティングを見せたのも、状況に応じたいいバッティングでしたよね。この後ハニガーもヒットで続き、ブルージェイズはたまらずロマーノを投入。ツーアウト満塁となったところで JP クロフォードが初球から積極的に振りに行って、これが絶妙にショートとセンターの間に落ちてくれました。前の2人がいずれも三振だったので、追い込まれる前に打ちに行ったのが功を奏しましたね。打球を追ったビシェットとスプリンガーが交錯し、処理に時間がかかったことで満塁のランナー全員が帰ってついに同点。交錯した2人の状態、特にこれで交代となってしまったスプリンガーの状態は心配ですが、球場の雰囲気含め完全に流れがマリナーズに傾いた瞬間でもありました。9回続投したロマーノ相手にローリーがこれまたいいバッティングを見せて出塁すると、2アウトから今度はフレイジャーのタイムリーで勝ち越し、2アウトからのクラッチヒットが6回8回9回と続いたことで、ついにこの試合初めてリードを奪うことに成功しました。で、1点リードを奪ったマリナーズ、シーボルドとムニョスをすでに使ってしまったため、最終回誰を出すのかなと思ったら出てきたのは本来先発投手のジョージ・カービー。ブルペン起用自体はこのシリーズ中あり得るかなと思ってはいたものの、まさか1点差のセーブシチュエーションにいきなり投入したのは度胸ありすぎですよ。カービーは MLB 昇格後一度もリリーフ登板したことはなく、またマイナー時代を含めてもこれが2試合目なので、ほとんどリリーフの経験のないルーキーが ALDS 進出を決めるマウンドを託されたと、とんでもない場面での登板となったせいか、さすがのカービーも緊張している様子で、珍しくフォアボールも与えたりもしましたが、90マイル後半の力のあるまっすぐで押し切り無失点、無事マリナーズの ALDS 進出を守りきってくれました。今日投げてしまったこと、さらにはこのシリーズの第3戦先発予定だったギルバートがおそらくディビジョンシリーズ第1戦に回ると予想されるので、ディビジョンシリーズでもカービーのブルペン起用がまたありそうな感じですかね。特に今日の感じからしてシーボルドが次回立ち直れるかわからないので、カービーがブルペンで待機してくれるとなかなか頼りになるのではないのかなと思っています。さあ、ということで劇的な形で ALDS 進出を決めたマリナーズ、ディビジョンシリーズの相手は同地区のライバルアストロズです。アストロズには本当にもうこれでもかというくらいコテンパンにやられていまして、今季直接対決7勝12敗、特に後半戦は1勝6敗と全く勝てませんでした。マリナーズとしてはレギュラーシーズンのリベンジといきたいところ、アストロズはプレーオフの経験も豊富で、ここ5年間一度もディビジョンシリーズで敗退していないことも考えると、マリナーズはかなり分が悪い、普通に力の差を見せつけられて終わる展開も全然ありそうですが、もうそこはカオスボールを発動してどうにかしてほしい。 ALDS に進んだことで21年ぶりにホーム T モバイルパークでプレーオフの試合が開催されることにもなりましたし、シアトルのファンの大声援を力にアストロズに立ち向かってほしいですね。ディビジョンシリーズは日本時間の水曜日から始まります。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。